えー、こんにちは吉谷です塩さん、えー、今回はですねかなり悲痛なメッセージありがとうございましたはいまあ、でも今はだもん体調の方戻だいぶ精神的に落ち込んだということだったんですけれども今は多分あの一応そのシステム案件の件でまあその生活費も稼げているということで。 あの特に大丈夫かなとは思う大丈夫ではないかもしれないですけど、まあ、た僕もですね風邪ひいててようやく治りました治ったというかまだ完璧なのどうか分かんないですけど咳も治って、まあ、たまにちょっと出ますけど、まあ、たまになんでもうほとんどもう100%に近いかなっていうとこまで回復しましたもう本当にですね僕も年取ると全然治り悪くてって感じで。 まあ、であと本題なんですけど今回の,その横浜セミナーの映像を販売してくれというご要望だったんですけどすいませんこれはちょっと今んところ販売予定はないです申し訳ないです、うん、でこの、えー、今僕この出版記念でこう47都道府県回ってますけど、えー、横浜セミナー以外にも僕ですね、まあ、まだ関東残ってます、えー、東,東京千葉東関東だと東京千葉 あと茨城栃木群馬が関東らへんですけどここ残ってます。でえ基本的に、まあ、今回の熱海合宿の映像とかあの、まあ、いっぱい特典つけたんですけど、まあ、そ,のなんだそれ以外の特典というかこの47都道府県のセミナー映像に関しては47都道府県のセミナーに参加していただいた方にはお配りしようと思ってます。 はい、無料で。無料でお配りしようと思ってます。セミまず、まあ、あと僕30都道府県ぐらいあるんですよ。30都道府県ぐらい残ってるんですけど、この僕の出版記念のセミナーに本当に会場までね、わざわざ足を運んでいただいた方には、まず無料でお配りはすることは決めてます。まあ、今回のその合宿セミナーとかね、ちょっと他にも特典、ばーって今回つけたんですけど、その特典はちょっと今回限りで、その47都道府県のこのセミナー映像、す、ま、べ、あ、てですね、要は自分が、 えこう言ったっていうことですから、まあ、それに対しての配りはさせていただきます。ということでそのま,まずセミナーに参加してわざわざ参加していただいたこの47都道府県セミナーに参加していただいた方にはですねこの出版記念の映像に関しては全部全員の方に無料でご提供したいなというところです。なので映像販売は考えてないです。であとはその47都道府県回り切った後にコンプリートボックスということでまあ有料でね 販売すする予定ですけれども、えーまあ、今回横浜セミナーはちょっと無理だったかもしれないですけど、まあまあ、東京とか関東でもまだちょいちょいやりますのであと、まあ、名古屋付近とかそっちの大阪付近でもやりますし、えー、もしですね、まあ、ご参加いただけるんだったら、まあ、その時に参加していただければ、まあ、この今回の47都道府県のセミナー映像は全て無料で、えー、ご提供させていただく予定です参加していただければ。 ただどの、あと30都道府県ぐらいは僕回るんですけどこ30都道府県のセミナー一度も参加不可能ってことだとちょっとね映像は、えー、有料で販売、えー、買うしかないということになります。 なんでまあ、一応今現状として考えてるのはそんな感じですのでこの47都道府県のセミナー映像に関しては今のところすぐねい,いつもだとセミナーやったらすぐ売るみたいなことやってるんですけどちょっとやらないです、はい、で熱海合宿のやつはあとねポチポチセミナーもう一回再販しようかなと思ってるので5月はポチポチセミナーとおー熱海合宿のやつをちょっと売ろうかなと考えています まあ、タミガシクのを押してもいいかな。はい。まあ、あの、ポチポチセミナーのやつがですね、結構反応が良くて、まあ、モニターのお客さんの声も通れてあるので、また再販してもいいかなとは思ってるんですけども。うん。まあ、結論すいません。えっと、今回の横浜セミナーの映像を単品で売るっていうことは、ちょっと申し訳ないですけど、予定はないので売れないということでございます。 なので、まあえー、ともしこの映像を見たいということであるならば関東でまだ僕セミナー残ってますので、まあ、そちらの予定があれば参加していただきたいなと思います。で、えー、結論ですね東京セミナーと、えー、東京は結構また戻ってくるので東京と,、えー、と僕今、えー、九州は熊本熊本回ってないですよ熊本以外は全部九州回って四国も回ったんですけど えー、だから東京と熊本だけは残しとこうかなと思ってます。最後の最後まではいで、東京に関してはいつでも。まあ帰ってくればすぐできるんでで、熊本に関してはまあ鹿児島から車ですぐ行けるんで、ここの2つは47都府県の最後にしようかなと思います。はい、ではまあ東京に関してはま1番最後あたりにやると思うんで、他のその千葉とか茨城とか栃木とか群馬とかそこら辺周りの。はい、って感じで今予定を考えております。 まあ、あの結論ですね、まあ、僕のセミナー映像をこうお金払っていただいて買って,買っていただいたりとかするのはすごくありがたいんですけど、うん、正直ですね、あの多分ん、潮さんはもう結構まあ僕の買われてると思うんですよ。だからもう、なんかまあ学ぶっていうのはいらないのかなっていうのが僕の、まあ、ありがたいんですよ。僕も買っていただけるのはすごく非常にありがたいんですけど。 もういらないかなっていう、まあ、僕の他の教材とかも買っていただいたりとかしたりとかしていると思いますしあとはもう本当にですね、まあ、ここの多分マインドセットの部分ですねだからもう買うというよりかはモチベーション上げるためにあのセミナーに本当にやっぱ参加するとか何かその今までとは違う環境にちょっと行ってみるっていうことモチベーション低下したら行ってみるっていうことをモチベーションアップのためにセミナー行くとかねの方がいいかなもう学ぶことはもう多分あんまないと思います正直。 うんまあ、今回はちょっとすみませんあの、えー、なんだブックメーカーの話をするのでそれに関してはちょっとね僕がお話できない内容ですけれども、うんまあ、基本的にもう SE やっていて一応もうパソコンも触れるっていうこともあるんで、うん、それが武器ですからね、うん、それを活かしてちょっとやっていただきたいなとは思いますけど。 なので、まあ、あとはまあ体調を早く戻していただいてというか僕も1ヶ月ぐらい体調戻るにかかっちゃったんで僕が言うのも何なんですけど、はいまあ、体調がね結構やっぱね全てですよね僕も本当風邪ひいてほんとつらかったんでようやくね元気になってきましたから、はいまあ、今度は、ね、あの4日実はその熱海合宿もちょっと微妙だったんですよ。 だけど、まあ、な,なんとか乗り切ってその後徐々にまた良くなってきたんで、まあ、今回の横浜セミナーは100%でこうまたいけるのかなというところです結構熱海合宿つらかったですねちょっと病み上がり的な感じだったんで、はい、まあそんな感じですでまたまあほ、えー、のセミナーとかいろいろとまた企画して、まあ、この47都道府県以外にもセミあの個別でいつもやってるようなセミナーをちょっと企画して、えー、やる予定です、はい まあそういうのにまたご参加いただければ、まあ、それはまた映像販売しますんで、はい、すいませんこれはちょっと47都府県の企画でやっててるということなのでいつもとはちょっと違う感じですはいすいません、はい、ではですね、えー、もうまあ買わなくても大丈夫だと思うんであとはまあモチベーションアップするためにもしセミナーとかにね是非参加していただければなと思います では、えー、ご質問いただいたことに対しての回答とさせていただきますありがとうございます。